おはようございます。2013年8月13日火曜日6時5分になりました。もう暑いですね。でもって局所的なゲリラ雷雨というか、もう本当その気象庁が全く予測がもうできなくなってきてると、天気予報っていうものがもうなんかね、役に立たなくなる、そんな状態ですけれども、京丹波町はですね、関西全体的にそうなのかな、昨日の夜は暑さがようやくちょっと和らいだって感じで、久々にぐっすり寝れたという人もいるんじゃないかなと思います。夜中は今までが暑すぎたんで、少し肌寒い感じのに感じるようなぐらいまでこう結構ね気温が下がってたんですけど、夜はね、ほんと気温が下がってくれないと寝れなくなっちゃいますからね。さて、ですね、今日はCネットジャパンからまた見ていきたいと思います。今日ピックアップするのはこちらです。 Facebook への頻繁な写真投稿、人間関係に影響。イギリス大学が研究結果を発表。イギリスのバーミンガム大学、ウェストイングランド大学、エジンバラ大学の3つがですね、の研究者が共同研究ということで結果を発表したんですけれども、これによると、これは Facebook なんですけれども、Facebook にですね、頻繁にその友達と写ってる写真ですね、いろんなところでこう、例えば飲み会とか、あるいはどっかに遊びに行った写真だとか、そういったものをこういろいろね、投稿することによって、人間関係が変化していくということがあって、で、それはどう変化してるかっていうとですね、面白いことに人間関係がですね、損なわれていく、どうもその傾向にあるというふうに書いてあるんですね。要はそういう写真をどんどん投稿すると親密度が増すと思うかもしれないんですけど、実は逆に親密度が低下しているということなんですね。で、どういうことなんだということなんですけれども、まずその人が写ってる、本人が写ってる写真っていうのがアップされるのは親密度がアップするんですね。ところが一方で、その本人が写っていない写真、どこそこに遊びに行きましたって言って、一緒に遊びに行ったその友達とかが写ってる写真がアップされるとですね、これは親密度の低下につながっているということなんですね。で、何のこっちゃねんという話なんですけども、これ考えてみると、なんとなくわかるかなと思ったんですけど、Facebook に限らず、Twitter とか何でもかんでもそうなんですけども、要は、自分が写って自分の写真をアップしてるっていうのは、ある意味本人の勝手ですよね。で、本人がこんなことやってるよとか、あんなことやったよっていうのが、本人が写ってるっていうのがアップされてるっていうのは、その人がこんなことやってんだなっていうのが見える、垣間見えるから、ある意味親密度、その人を知ってる人とか、その人をなんとなく知ってた人がこんな人なんだっていうふうにこうだんだんこう親近感を抱くっていうのは分かると思うんですね。ところが、本人ではなくって一緒にいた友達の写真とかそういうものがどんどんアップされていくとですね、要は本人ではなく、その人がどんな人と一緒に遊んでいるのかとか、どんなことをやっているのかっていうのが分かるっていうのもあるし、で、場合によっては、なんやこいつ、こんなやつと付き合ってんのかとかね、こういう連中と一緒になってんのかっていうのもあったりとか、それとその親しい友達とかも、そのこいつと一緒に行ったらなんか勝手にこんな写真アップされるんじゃないかとかね、そういうのをこうちょっと恐れる傾向にあったりするわけですよ。
必ずしもその写真をアップされることを嬉しいって思う人だけではないですし、特にそのオープンな場にね、一般公開で出されちゃうと、え、なんでそれ出すのとかね、本当はひょっとしたらその、一緒に写ってる友達とか、あるいはその写した友達っていうのは内緒で遊びに行ってたかもしれないとかね、まあ、その許可をもらわずにアップするとかっていうのをやっちゃった場合にとかが、なんとなくノリでこうね写したやつとか、まあ、ここのとこいろんな事件起きてますけれども、あのノリで写したみたいなね、まあ、それが公開されてしまったということになると、こいつと一緒に遊ぶと勝手になんかあっちこっち写真出されるんじゃないかみたいなね、そんなことを思うとやっぱりなんかなみたいなね、ちょっと違うんじゃないのとかね、そんな風になりますよね。だからそのあたりのことっていうのが必ずしもその人間関係のプラスには作用しないと。だから何を投稿するのかっていうのをよくよく考えてやらないと、でまた誰が見てるかっていうのをねしっかりこう考えていかないと、さらにそのそこからこうリツイート、まあね、最近のやつなんかそうですけど、ツイッターのいろんな問題になってるようなやつなんかはリツイートされて、その気がつくと拡散して止めようがない状態になってると、いくら元の写真を削除したところで、アカウントを消したところで、そのリツイートされた写真とか、あるいは Facebook だったかシェアされてどんどん広がっちゃったものっていうのはどうにもできなくなるわけですね。もう一旦その他の人の目に触れたっていうことを止める術はもうないので、やはりそこら辺がですね、この SNS の特徴というか、だから、自分自身のことをオープンにしていくっていうのには非常にいいツールかもしれないけども、自分 の, その親しい人とか自分と一緒にどっか行動した人とか、その遊びに行った人とか、そういう人たちの写真をですねアップしていくことは必ずしもそれプラスではないということがある。やっぱりその辺のですね、まあ言ったら影響度とかね、いろんなことをこう考えながら、本当そのパブリックの場、ね、その誰もが見るような駅前のところにある掲示板とかに写真を貼ったんと同じ意味があるということをですね、ちょっとこう理解しながらこういうのを使っていかないと、なんかね、方向がおかしくなっていくんですよね。まあ、このあたりが、まあ、情報リテラシーっていう一言で片付けちゃうと、あれなんですけども、ただやはりどうもそのリアリティがないというか、その辺が分かってない人たちがいろんなトラブルに巻き込まれていくんではないかなという気がします。さて、そんなところでもう6時14分になりました。今日は、まあ、8月13日ということで、ね、あちこちそのお盆休みだとかいろんな参りしたりとかいろいろこれからあると思いますけど、暑さがね本当まだまだ半端ないですし、で予想もしないところでね、一極集中の大雨になったり、雷がバキバキになって停電したりとかいろんなこと起きますんで、本当ね気をつけてとしか言いようがないですし、気象庁ももう予測ができないってもう言い切ってますんで、どんなにねこう晴れてても、ちょっとそのあたりはね、気をつけないといけないかなと思います。さて、そんなところで、暑いですが頑張っていきましょう。今日も元気にやっていきましょう。ではまた。